ジャズ。皆さんこんにちは、ヨアナ研究所主張の石原です。今日話す話はジャズをやっている皆さんが聞いたことがある、そして聞いてしまうかもしれない言葉なんですけれども、日本のジャズシーンにはこんな言葉がある。それはジャズにはボーカルとそれ以外がある。この言葉、ジャズをやってない人にとってはあ、そうなんだぐらいだと思うんですけれども、この言葉実はジャズをやっている人間にとっては、この言葉実はジャズボーカリストをバカにする言葉なんです。さあ、今日の動画ではなぜジャズボーカリストは楽器隊にそんなことを思われてしまうのか、そして楽器隊はなぜジャズボーカリストに対してそんなことを思うのか、触れちゃいけない多分思っているであろう本音をこの動画で暴露する。で、ジャズをやってない視聴者の方もいらっしゃると思うので、はっきり言わせていただきたいんですけれども、ジャズにジャズボーカルとそれ以外なんて分け方はないです。ジャズはジャズです。じゃあなんでジャズマンたちの意識の中でそんな意識が芽生えてしまうのかっていうことを、今回の動画では楽器隊がジャズボーカルに対して思ってるであろう変ねと、ジャズボーカルが楽器隊に対して思ってるであろう本音を今日の動画で話させていただきたいんですけれども、いかんせん俺はジャズピアニストなので、ジャズボーカルから楽器隊の立場についてはあくまで推測になります。そこら辺はご了承いただけたらと思います。ではまず楽器隊の立場として話させていただきますね。ジャズボーカルははっきり言うけど音楽は分かってねえんだよ。あいつらはスケールワークもコードワークも分かってない。最近ジャズやりましたジャズボーカルふざけんなバーカ。俺たちはなガキンチョン頃からずーっと練習してきて、その音楽を追求するために海外まで行っていろんな奴らと演奏してきてやってんの。ついさっき始めた奴らジャズボーカルなんて言ってる奴らと歴が違うんだよ。同じ次元で音楽やってると思うのはバカっていうことが、まあ最初にあるんでしょうね。で、多分このことって女性ジャズボーカリストに対してのことだと思うんですけれども、彼らが言わんとしていることもわかりますよ。おそらくなんですけれども、こういう感じだったら、こういう感じで音楽活動をしていたら何も言わないと思う例なんですけれども、10代から20代前半はアイドル活動をしてました。そして20代後半から30代は実力家シンガーとして活動し、そしてジャズボーカルになった。これだったら何も言われないと思うんですよ。でも、なんか昨日までヨガの講師やったようなやつが突然ジャズボーカルをやるから、しかもそいつの方が楽器隊よりも集客できるから、いくらジャズを聴くリスナー層が高齢者だからっておばさんになってまでいつまでも女を売るなよふざけんなって、まあムカつくと思うんですよね。で、これ推測なんですけど、ジャズにはボーカルとそれ以外があるって一流は言わないと思うんですよね。一流は昨日までヨガの講師をやっていたようなジャズボーカルを使って自分たちの集客にすると思うんですよ。おそらくこのジャズにはボーカルとそれ以外があるって言ってるやつらって俺のようなくすぶってるやつらだと思うんですよね。だってさ、クレジットを見てみたらわかるだろ。このジャズボーカルのバンドメンバー上手いやつらばっかりじゃん。長通ってるやつらばっかりじゃん、お前より。だからさ、お前思ってんだろ、こういったジャズボーカルに見下されてるって。それお前の勘違いだから。こいつらははっきり言うけどお前のことなんて眼中にねえから。まあでもわかるよ、卑屈になっちゃうの。卑屈になって「うちゃうボスです!」とか言っちゃう気持ち、俺にはわかるよ。だってお前はさ、ガキンチョン頃からずーっと音楽やってきたじゃん。厳しい練習にも耐えてきたじゃん。でも現実はこいつらはお前よりもはるか上にいるの。音楽は昨日始めたけどね、お前の方が下だってこと認めろよ。はい、そんな感じでまずは楽器隊がジャズボーカルに対して思う本音みたいなのをお話しさせていただきました。まあ
当たらずとも遠からずっていう感じじゃないですかね。で、俺思うにジャズにはボーカルとそれ以外があるって、この言葉は若干のひがみみたいなものが入ってるような気がするんですよね。はい、次はジャズボーカルが楽隊に対して思うことについてお話しさせていただきます。で、ジャズボーカル、女性ジャズボーカルが楽隊に対して思うことは、もうね、俺ね、この一言に尽きると思うんですよ。このおっさんどもは客呼ばねえな。そう、それはこのおっさんどもは客を呼ばない。これおそらく日本のジャズライブ、日本の無名なやつらのジャズライブに行ったことがある人ならわかると思うんですけども、ほぼほぼの集客ってボーカルによる集客じゃないんですか？違いますか？で、ぶっちゃけ言っていいですか、客呼べないミュージシャンってムカつくんですよね。なんでかって言ったら、俺は二つの顔がある。それはミュージシャンとしての顔と、もう一つの顔はアーティストとしての顔です。この YouTube の活動はこのアーティストの顔でやってるんですけども、実際の生活はこのミュージシャンっていう顔とアーティストの顔っていう二つの顔でやってるわけです。まあ今はこの二つの顔なんですけども、おいおい完全なアーティストになりたいと思っているんですけれども、で、それとは別にイベンターっていう方々がいますよね。で、このイベンターはアーティストに声をかけるじゃないですか。で、アーティストに求められてることって、アート、芸術をつけることじゃないんですよ、イベンターにとっては。イベンターにとって、アーティストに求めることって、集客なんですよ。客を集めろってこと。で、俺にこんなことを言ってきたやつがいるんですよ。集客はできないけど、演奏は任せて。ふざけんな、はっきり言おうか。どの業界も、楽器が上手いやつ、演奏が上手いやつなんて腐るほどいいんだよ。ただ、客を呼べるやつがいないって話。だから俺はこういった YouTube の配信とかでも、女、女性を使うの。だって若い女は数字が取れるから、いいか。ライブで一番偉いやつっていうのは、客が呼べるやつだぞ。楽器が上手いやつじゃねえかもな。まあただ俺は、女性でもジャズボーカリストでもないので、まあほんと推測が推測になってしまっているんですけれども、アーティストとしての顔はあるので、まあその部分で共感できる部分があるんじゃないのかなと思って話してみました。はい、そんな感じで今回の動画ではジャズにおいてボーカルと楽隊の意識感の違いみたいなことをお話しさせていただきました。まあね、日本においてこんな言葉が出てきちゃうぐらいなので、相当な意識感の違いはあるんでしょうね。まあでもね、ほんといるんですよね。ミュージシャンしかやってない奴らで、楽器が上手ければ、それでいい、みたいな勘違いしてる奴が、マジでいるんで。で、この動画を見て、おそらく、お前は、ムカついたと思う。だけど、ちょっとそう思った部分もあっただろう。違うか。で、ここまで見てくれた視聴者の皆様はこう感じたんじゃないですか。こんなこと喋っていいの、こんなこと喋って所長は他のジャズミュージシャンに嫌われないの。はっきり言います。正直嫌われてもいい。なんでかって言ったら、俺のジャズ、すなわち自由を既存のジャズのフォーマットで表現することに限界を感じているから、既存のジャズのフォーマットっていうのはジャズに入るような形なんですよ。俺がやりたいのはジャズから出たい。ジャズから出て、ジャズ世界を表現したい。だから俺の自由は俺が作るジャズだでしか表現できないと思ってる。だから俺は目指してるんだ。さっき言ったように、何をアーティスト、いいか、ジャズのフォーマットに入るっていうことはいいことじゃねえんだよ。お前らがジャズのフォーマットを作りすぎてるせいで、本来自由であるべきのジャズが最も不自由なジャンルになってんじゃねえか。自分で自分の首、自分の自由を締めてんじゃねえか。いいか、俺は結構今こういう人がしんどくて倦怠感がめっちゃあんの。こうやって話してんだってすげえ疲れてんの。だけど少しでも俺の熱量だったりとかパッションを感じてほしいからこの動画撮ってんの。とりあえずエクストリームジャズを見ろ。
今回の動画はそんな感じでした。ヨアラ研究所ではジャズに興味が出る動画、そしてジャズ好きにはたまらないような動画を日々配信していきます。この動画が少しでもいいなと思った方はぜひとも高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ヨアラ研究所でした。